あ、わかった。じゃあ、そうか。やろう。じゃあ、レッツ人狼殺。普はい。通にやろうね。普通に。嵐はいないと思ってますよ。はい。はい。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。本当、狼狂人が大勢いて、昨日ヤグが結構多くて、村ってあんまりなくて、村人が一番楽なんだよ。グレー星座で戦わなきゃいけないけど、楽っちゃ楽なんだよね。うん。狼がもう見えてる時に釣られると悲しいよね。うん。もうこの中の範囲だろうって言うんだから、たとえその人が白かろうが、その範囲削ればいいだけだからね。6番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。役を透かしたり、柱発言したりですね。スラは全般的にやめましょう。皆さんのレベルよりも高い人じゃないと見抜けないですよ。スラしても。ここにいるんですよ。ジーマサトの底辺プレイヤーが。うん。サッカーで例えれば大学生社会人レベルですよ。その6番がいるんだから、やめた方がいいんですよ。皆さんは海外トップレベルですよね。うまいんだから、私よりも。だったら私がいるんだから、スラしたね。私はスラした方から機械的に釣りますよ。うん。もうそういうプレイヤーですから。うん。だから6がいるときにはスラしない。6はだって、底辺ですから。精査なんかできませんよ。ってことで、村を残して狼を釣りたいですね。SG1 の村人を残して白狼を釣りたいです。SG1 の狼は釣ると言ってますね。まあ、とりあえず皆さんなりの精査があると思うんで、まあ、村と狼っていうのをこう、なんとか見極めて、狼釣ればいいじゃないですか。村残して。うん。だから黒いと思ったところに1票入れます。以上です。はい。7番のプレイヤーが発言します。いや、6番さん、 SG1 の人と SG1 の村と白狼って結構の精査って難しくないですか。いや、そんだけの精査ができるんだったら、スラとかは普通に見抜けると思うんですよ。そういう精査ができてスラとかが見抜けないっていうのはちょっと面白いなと思いました。まあ、スラはやめてほしいっていうのはまあ同意ですけど、はい、なんか6番さんに至ってはなんかそういう精査はできるんだなと思うから、お子さんとして楽しみだなと思いましたね。なんか底辺プレイヤーだって言ってましたけど、全然そういう精査ができるんだったら、普通に底辺じゃないと思うんですけどね。はい、狼かもしれないからっていうんでみんな釣るんじゃないですか、 SG っていう人は多分ね。あと黒塗りされたらめんどくさいからっていうからみんな釣ると思うんですよ。だからそこまでの精査が、この人を村だって拾える精査が本当にあるんだったら、結構すごい人だな、すごいプレイヤーだなって思いましたね。はい、じゃあ8番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。7の白知ってます、占い師です。まあ6番については、まあそうですね、面白い人だなと思ったかな。別に狼っぽいなとは思わないけど、6番の精査で SG1 と白狼1だったら白狼1釣りたいっていうと、6番の思考って、2番さんが発言伸びてたんで2番さん釣りでっていう発言になって、6番その1だからめちゃめちゃ2番にヘイトた、ま、あの飛ばされると思うんですよ。そうなった時6番さんって何者なんだろうなと思うと、まあ、イコール、あんま狼っぽくないけど、どちらかというと狂人かなっていう感じになりますね。はい。で、村に対してのお願いで、あれっすね。あまり、8番に対してフィーリングだけで考察しないでほしいかなと思ってる。俺の、なんだろう、対抗が仮に出た場合に、まあ、平和村だったらいいんですけど、こうバチバチ俺の音で仮に殴られたとしたら、めちゃめちゃそいつのことやっぱフィルターかかっちゃうんで、村は普通にグレスケを上げてってほしいなと思ってる。そんだけっす。以上。9番のプレイヤーが発言します。まあまあ、側近の8番が6番強人だっつったけど、まあ別に俺はローメも強めも感じなかったな、あの発言だけじゃ。まだ分からないって言ったところだな。なんか新助好きしてんのかなって思ったかな。で、8が7種類でしょ、囲ったのかなっても感じたかな。そこかっていう感じかな。うん、まあいいよ。まあとりあえず今この8、7、6に関しては全然白いっていうか、いい印象でも何もなかったって感じかな。
はい。あと、霊能なんだけど、まあ、これ誰も今のところ言ってないから言うけど、二人出た場合は、まあ、俺絶対釣り切るからね。うん。決めてない。ちょっと難しいわ、精査が。絶対あるから。残念な真の発言っていうのも、うん、あるかもしれないから。そういうとこね。はい、まあ、それだけ落としておきますね。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、1番です。発言します。今回、789というのは、6番を起点に話が展開されていってると思ってるんですけど、僕って6番の発言もしかすると取り違えてるかもしれないんで、まあ僕が思ってることだけ考察しますね。6番の人物って、自分自体が清掃できない人物だと思っている状況下で、役のスライドとかをしてほしくない。6番目線での盤面を濁らしてほしくないから、ストレートに役職を使用してほしいという意見だと解釈しております。7番がそこに6番に対して殴るところが、なんか、すごい違和感はありましたね。7番自身が村に見えないような感じの中で8番が七代と打ったが、8番自体から発言された言葉っていうのは、フィーリングで私を精査しないでほしい。8番狼だった場合だったら盤面作りがうまいのかなという印象。フィーリング的には僕は8番が真だなっていうふうに思いましたが、8番さん目線これがどう映るのか気になるところでした。9番はあんまり印象なかった。2番。のプレイヤーが発言します。はい、2番です。村人陣営です。まあね、僕はね、いつでも変わらず1周目はパッション、2周目から考察を落とすんですが、自分のパッションじゃないですよ、皆さんのパッションを精査してからの考察に移るんですけどね。スライヤーだ、何やだ、そうですね、6が7で、8が7、9が1が。1は白いんじゃないですか？ヘイト向かってるとこあるなら、今この視点でですよ。視点であったら1、6だしね。バシッと。バシッと。8が死んだった場合ね。まだ1人しか出てないですから。はい。埋もれていくのが9ですね。はい。まあね、ちょっとね、ようわからんっすわ。はい。2周目なんで、出揃ってから話します。役職すら嫌いなのは賛成です。3番のプレイヤーが発言します。はい、まあ1周目なんで違和感を感じた部分だけ触れておきます。7の6への触れ方と8番さんの進行ぐらいかな。あと2番さんの発言は2周目でいいかなと思ったぐらいですかね。多分8の思考って自分が感覚的に印象が悪いって言われた位置は黒く見てしまうからやめてほしいってことでしょ。まあ、俺あんまりそれ真で感じてなくて、真だった場合って自分が噛まれるのが一番だるいと思うから、基本的に多分感覚で白く見られる方が絶対嫌がるんですよ。要は黒く見られていた場合って絶対自分神市に入らないし、狼さえ見つければいいだけの話なので、まあだからちょっと違和感を感じたぐらいですけど、まあ別に偽要素ではないので気になったなぐらい。あと7への6への触れ方かな。6への精査1が妥当だと思っており、まあ、6って多分1周目絶対触れられる位置じゃないんですよ。そんなおかしな発言もしてないし。だから7の触れ方が若干違和感を感じたぐらいですかね。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、使用はないです。7番さんって6番さんに対して別に叩いてるわけじゃないと思ってるけど、僕は。6番さんって、僕は7番さんが、まあ、ちょっと例に挙げてたけど、僕は、6番さんは最後に、黒いところを釣って、まあ、黒いところというか狼を釣ればいいじゃないですか。SG、村の SG1 じゃなくて、白狼1を釣りたいって。白狼って白い狼ですよね。白いポジションに立ってる狼ですよね。その精査とかをできるんだったら、7番さんの意見って普通じゃねって思うけど、言ってることって。それだったら底辺じゃなくないって。結構しっかりできるプレイヤーですよって言ってる7番さんが、僕は別に普通の意見ってか、殴ってはないと思ってるし。それを殴ってたって言ってた9番さんで、8、7が囲われてるっていうのもよく分かんなかったって思ったかな。で、1番さんが、そうなると1番さんって9番さんの印象良くなるんじゃないかなと思ったけど、9番さん印象ないって言ったから、9番さん、1番さんはあんまり僕は同感できないか。5番のプレイヤーが発言します。どうも、お願いします。現状であれば3か1、どっちかかなと思ってます。1、3から言えると1の方が狼目。ありそうな気がするんですよね。なんか8枚するよって、平野村になれそうだからっていうので、するよってる可能性って十分あるなって思って、
そうじゃ、1番が8番死んだと思った時に自分へ精査させる必要なくね、8。それって8からしたらすごい迷惑だと思ってるから、なんか8への触れ方すげえ違和感あったの、1だ、思ったし、なんか6への要素の上げ方も、前置きもなんか防衛感感じたんだよね。なんか自分のなんか主張なんで、うんぬんかんぬん。そのスタンスも、だから狼っぽいなと思って。9番に関しては、発言的にはおかしいと思った。8番になんか、盤面透けてるんじゃないかっていう精査、かわいそうでしょ？なんか、それは違うと思ったけど、8が一角しそうな中だから。6番のプレイヤーが発言します。うん。白？ああ。占いで出たんだ。今、20場面ですよっていう。いちいち言わないけど、大人なんだからしっかりやってね。うん、あの人は。うん。色見れる人はね。ってことは、そうっすね。そうなると、味が多分6、4くらいで偽の可能性があれば、味についてぶったたいてた3番が白くなるってことが3番以外だな。うん。1、4、5の中だけど、5番が1か3で1行きたいっていう視点は、あの視点ならおかしくないから、3か4じゃない。うん、3か4。9番が行きたいとこでいいんじゃない？ 3 か4。でいいんだよね、多分ね。うん。あの視点だと8しかないから、1番がすり寄ってると考えるのはいいのだが、9番が多分6、4で真の気がするから、うん、9番、うん、8、1で繋がっていて、1番がする夜、うん、意味わかんないから、うん。どっちかって言えばぶったられてる3か、9たらきな走ってる4の方がいいってことだ。5の方は多分、あの現状だったらいいってことか。8、5っぽくは見えない。あ、わかんないよ。7とか2とかのローはわかんないけど、うん。8は間違ってるからね、うん。俺は村を残して狼釣る人であって、SG 長残すとは一言も言ってないよ。うん。SG 長の狼釣るって言ってんじゃん。うん。ちゃんと読んでいいんじゃない？うん、3か4。7番のプレイヤーが発言します。いや、わかんねえな。9番が潜伏したから全然わかんないですよね。でも9番って、なんか、まあ9番が占い師受賞者人外だとしたら興味結構高いなって思いますけどね。6、7、8全部ぶったたいて、7、8に立って囲いがあると思ってるって言って、7番の要素から開けずに、8番の要素から組み取ったんですかそれっていうのはと思いますけどね。はい。だから9番強靭だとしたら、まあ、2号アスんだとしたら、7番にヘイトを貯めて、7番に黒打つ準備なのかなってはちょっと思ったけどね。ぐらい。かな。っていいのかなこれ。レンノさんがちょっとわかんないんですけども。出てきてない感じなんですか出ない感じなんですかね。潜伏してるんですかねよくわかんないですけど。はい、推進5なんかな。そうやなぁ。いや、俺目線はね、4番さんがね、俺の組み取ってくれたから、4番は釣りたくねえかなって思うけどな、普通に。4番は釣りたくない。あとなんか、わかんない。だって6番っていうのは、なんか、役匂わすのやめてくれって言ってたやん。っていう人物やん。だから1番抜け込み方は変だったよ。マジで変だったよって思いましたけど。はい、以上。8番のプレイヤーが発言します。はい。まあなんだろう、6番の思考がわけわからんなと思っていて、自身が頭がなんか弱い、あごめん、違う、頭弱いと言ってない。なんか底辺だから云々の下りで、役とかはちゃんと出てほしいって言ってんのに対して、潜伏した9番を死んでみるっていう目線が全くわからないなと思ってるけど。だからそういうふうに俺のこと偽で見られると、6番の黒要素っていうのが、めちゃめちゃ俺視点で溜まってしまうから、そういうのやめてって言っていて、まあ3番についてはちょっと捉え違いしてんなと思ってるかな。まあ、3番が、まあ、村か人外か分からんけど、俺視点で変なヘイトの飛ばされ方をすると、それ要素に加えちゃうから、そういうのやめて、グレスケを村同士で上げてってほしい。村同士っていうか、まあ、グレーで上げてってほしいなと思ったから、そういう発言をした。別に俺が噛まれる噛まれないって話はそこにはないと思ってるから。はい。
うん、9番については狂人も狼もあるかなと思ってます。で、1番に対して返しておくと、その様子は別に俺あの考察しないですね。だから6番に対してもわけわからんなと思うけど、1番が直接的に俺に飛ばしてくる要素っていうよりも、それは考察に加えないが、6番の思考で思考開示の中で、なんだろう、そういうややこしい動きはやめてくれって言ってるにもかかわらず、なんだろう、9番のこと死んで見る目線がよくわからんなと思ってる。はい。で、2番、そうなんだよな、西路なんだよな、9が。2番ってあの時点で全く、一三に比べて色落ちてなかったのに、そこ外して一三どっちかがいいって言った四か五。だから霊能出てきませんかね。六番が霊能だったらややこしいと思ってるんだけど、六番役なかったら六番行きたいです。九番のプレイヤーが発言します。まあ多分八、セオリー的にまあ八は黒だろうなと思うよ。精査の仕方が適当すぎる。じゃあ六の共滅と一周目の共滅なんどこで共滅なん？それ説明一切なかったじゃん。って感じかな。あ、俺今日4に行こうかなと思って、熱をされたからね。俺別に7叩いてねえけどって思いましたけど。はい。なんか9が7叩いてるからとか言ってるけど、俺は叩いてませんけど。俺は囲ってるんじゃないかって言っただけだけど。はい。で、今の7番の口からも出たけども、俺に黒塗りの準備するんじゃないかってことは、7は黒結構要素上がったなと思うよ。村であるならばそんな懸念ってする必要性がないと思ってんだけど。そのなんか懸念が出てきてるってことは7黒あるんじゃないかなって俺正直思ってるかな。あ、で、8は6でしょ。あ、もう6じゃほぼ村だわ、これ。しないでしょ。8、6、ローローでいきなり相方釣り寄せなんてことはしないでしょ。と思ってるから、はい、現状ね。4に行きますよ、俺は。もう捏造もされてるしね。と思ってますよ。はい。いいんじゃないですか。皆さん思うところで。まあ、例の本当に出てきた方がいいと思うけどね。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、2周目、話聞いていったわけなんですけど、まあ、両占い視点がよくわかんないですね。今回、基軸となるべきなのは5番の立ち位置ですよ。5番の立ち位置っていうのは、役職、8番しか出てきてない状況で、8番を基軸として、8番に対して触れてる1番、3番、あたりを起点として話を進めてる人物ですよ。5番視点で、霊能も出てきてないのに、平和村を懸念して、1番が8番に対してすり寄った構図を、一番自身が平安村を懸念して、平安村の起きそうな状況で8番に対してすり寄ってるっていう考察に違和感もめちゃめちゃありました。これ2周目に聞かないとどうもわかんないんで、5番さんを2周目を聞いて釣り位置を上げようと思ってます。占い精査なんですけど、まあ、9番さんっていうのは7番をまだ黒く見てる状況で、8番をレギュレーション的に狼と仮定して、その時に4番釣りを押すのって何ですか？非常に違和感ありましたよ。それで霊能を出すという思考になるのがよくわかんない。7番黒ロックしてるんですよね。ほぼほぼ。7番、4番にしか狼がいない、ゴールと。対抗の8番に対して殴りを入れて、グレー精査が甘いと。言ってにもかかわらず、9番が触れてるところは4番、7番のみ。はい。今日グレー釣りですけどね。まあ、3番さんは8番に対して叩いて、すり寄って、両方のラインをやりましたけど、8番さん視点で1番、あ、3番さん視点で1番の印象どうなりましたか？そこら辺聞きたいですね。今日の釣り地は3号定時ですね。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい。じゃあ、そんだけ潜伏したいならしといてください。僕が出ときます。はい。8番に関して言いたかったたのはその視点で6に行くんだっていうとこだよね。6を白狼だと思って釣りに行ってんの？狂人だと思って釣りに行った？狼だと思って釣りに行った？俺6の黒はまずないと思ってて、ああそうだ、ちなみに6番の黒要素の上げ方が不当で、順が要素の上げ方が不当で、6番って潜伏については触れてないからさ、しっかり守ってると思うよ。そこはスラが嫌だって言ってるだけ。俺はスラに嫌なのに同意してる。ちなみに9は、4に行きたい、8は3に行きたいって言ったよね。まあ、3、4の欄にするか、5が浮いてるんで、5の最後の位置で平和村なのにも関わらず役員に対して何も触れないっていう、その、ごくせえけどなぁ。か、3、4。
どっちかにいる。黒つるならの話を、3、4、5にどっかにいると思う。まあ、1問くんだけど。うまいね。例ののせいですよ。出てこないから。はい。マジで。勘弁してくださいね。本当に。まあ、俺は、5からいく。3番のプレイヤーが発言します。いや、多分6の狼は余裕で盤面上あると思いますよ。8、9進路で仮定した場合って、9とつながる位置は6番か4番ぐらいかなと思ってる。あ、5もあるかな。あ、ちげえな。5、6のどっちかな。基本的に申し訳ないけど、俺は6か1にしか投票するつもりがないかな。8、9進路仮定で1番は8番とつながる位置で、6番は9番とつながる位置なんですよ。理由は6番さんが9番さんを芯で見る視点が全くわからない。芯要素を上げるべきかな。だから単純に不当に感じました。で、1番さんは1番さんで、9番さんが7番さんを疑っていて、4番さんへの釣りの仕方は、俺は正直不当には感じなかった。だって9番さんって4番さんが、4番さんが不当に芯作業したところから4番さんを釣り位置に入れてるんでしょ？別におかしくないと思ってるから、その叩きも若干微妙だったから、2周目1番はちょっと黒くなっちゃったかな。だから1か6のどっちかにしか投票するつもりはないです。4番か5番のどっちかに狼がいた場合、今日は多分釣れないですよ。だって俺発言聞いてないし。ただ1番の5番を怪しむ視点もちょっと理解はできるって感じ。だから、スケール上げるとしたら俺は6から釣るつもりですね。9番狼家庭の時に6番って相方として繋がると思ってるんで、ぐらい。現状それぐらいかな。はい。言うことなし。それだけ。4号の発言聞いてもっと黒くなったらそっち行くけど、なんだろう。うん。今のところ6番にしか行くつもりはないとだけ明言しておきます。4番のプレイヤーが発言します。いや、6はないよ。6はないでしょう。6は絶対ないと思ってる。6は絶対ない。で、3番さん16って言ったのに、徐々に6番さんになんか、何あれ、なんて言うんだろう。スライドしてたのはなんでって思ったけど。いや、最初から6って言えばよく、いや、3番さんに入れてえなって思ったけど、俺9番さんその9番さんが捏造されたって言ったのは9番さんに対してそれは言ったんじゃなくて、それは1番さんに対して言ったことね。ん？うん、そうだよ。そう。で、9番さんが8、7を囲いがあるんじゃないかって9番さんが言ったでしょ。それは言ったのは絶対に覚えてるんだけど、それなんで囲いを見れたんて。で、そしたら8番さんはじゃあ強かローかどっちなんて。で、2周目ローと見てんでしょ。で、8、7ローローって見てる。まあ俺、おローと見てるか知らんけど、7も黒く見てんでしょ。8番さんがいきなりじゃあ3番目の位置で7番さん囲うんですかって。あんま考えにくいと僕は思ってるけど。5番さんがどうか。で、別に5番さんが、8番さんに触れても別にいいんじゃねえのって僕は思うけどね。5番さんの立ち位置で8番さんに触れちゃいけないのってなんでって僕は思うけど。いや、3番、いや、6釣りはないでしょって思ってるから僕は3番さんに行きたいけど。だって、霊能出てきてない、あ、まあ言っていいかわからなくて、霊能出てきてないんだよ。これがなんでって考えたらさ、ってならん ?3 番さんって思うけどな。5番のプレイヤーが発言します。なんか、悲しいですね、2番の叩きは。だって、じゃあ俺が役に触れないっつって、じゃあスムラとかさ、スムラって言って潜伏欄に出てきたら、で、霊能とか一角したら、じゃあ飛躍すかしたら俺釣りとかになっちゃうでしょ。だったらどんな場面になるかわからない中、役職に触れないのって当たり前じゃね？わかんねえんだから。ただ、その現状の場面で言えたことで、3って7、8にしか触れてないんだよね。だからグレースエースは一切してないから、何してんだろこの人って思って。で、線の叩きもよくわかんないしね。で、1も1で、8がフィーリングで印象いいって精査与えてるんだよ。何フィーリングでって。で、あと6への叩きもすげえ防衛感あったじゃん。自分のし、なんか主張なんでみたいな感じで前置きいらなくねって思ったからすげえ狼で防衛感出してんのかなって思って、で1、3比較したらまだ1の方がローメアって3の方が興味あんなって個人的には分かったけど、9番が出てきたことによって、まあ、8狼来てんだったら3、8ってしても全然なくはないなと思っちゃったけど、まあ、変わらず1、3どっちかかなって僕は思っちゃってる、うん、1の殴り返しもよう分からんし、まあ1かなって1目線8、9占い精査でフラットになる
視点がわかんねえ。1番って9番叩きしか行ってない人物だから、8の方が真って見えてんじゃねえの。なんで2周目でフラットになった。その理由教えてくれよ。1周目で8の方が真っぽいって思ってたんや。わかんねえ。全プレイヤーのその疑いにはどんな根拠がねえの。誰だよ、知らんからな。最悪俺でもいいけど勝てる。ちゃんと当てんだったら止めないけど、例の誰だよ。まず8、9にいるとかだったらもう全くもって無意味だから。これもう誰よ例の。あのさ、もう3番だったらもう出なきゃダメな問題だからね、これ。投票が終了しました。俺例のですっていうそんなことしてたらもうただの先般だからね。これもう3番の遺言を発表してください。はい、まあ、投票からもし進路だった場合、俺とつながる位置は8番さんですね。もう多分4番がほぼ狼だと思っています。多分4の俺の叩きめちゃくちゃ不当だと思いますよ。だって役職者が同行だから6番が釣り位置じゃないっていう思考は俺はよくわからない。だって6番が一番最初に飛躍を透かしている人物だから、6番の霊は 100% 前に。だから投票ってほぼ6番にしか固まらない。8番に釣り寄られてるのかわかんないけど、つか8番レノとか9番レノとかも途中から1番さん、6番さんに固定したのは何でだろうみたいな。まだいいけど、よくわからないな。あ、めんどくせえやな。で、5番さんの精査ってね、できないんですよ。ね、別にね、1番の5番やの指揮って、正直正しいんだけど、5番が役職者が潜伏するっていう思考を持っているんだったら、この発言って正当性があるから、この2周目の発言を聞かないと5番さんって精査できないんです。8さんに見えちゃう。わかります。だから5番を釣り位置に上げてないんですよ。ただ4番がすり寄ってんのかな。はい。多分4番がほぼ狼だと思いますよ。裏と見えてるんだったら言うのだけど、すり寄ってる人たちがこの劇場中だからね。6番さん疑っちゃって、俺多分6番さん狼じゃないと思っちゃった。4番の発言聞いて。データ的に判明してる。4投票してるの俺だけだし。悲しいね。はい。3番もさ、まあ、僕から見た視点はこんな感じです。9音の2世を追いすぎでね。はい、でなんだろう。人狼に気をつけてください。俺64って言ってんじゃん。別に。9、100% とは言ってないんだよ。64くらいで9進かなぐらいのもんなんだよ。3番ってなんか8の進を盲信しすぎてるとなんか8さんがつっつけて見えるから釣られんだよ。9番は確かに8番とか叩いてたっていう1点があるんだよ、1周目。だからまだ0ではない。可能性は。だから、人外が転覆したとも取れるしな。きついな。3周だったらきつい。普通に6黒出してくれればな。昨夜は1名の方が亡くなりました。まあ、1番丸530展開か。4番のプレイヤーが発言します。これが厄介なんだよな。これが厄介なパターン。マジで厄介なパターン。7隠しろ。だから7は隠しろ。1か4にいいんじゃん。6しろ。あー、5番さんなんで出てこんの?6 番さん霊能だと思ってたんだけど。もう、どうしよう。7番さん確定でしょ ?9 番さんってどこ投票したん ?3 投票したんいや、なんで？で、俺占わないのなんで？もうわかんないよ。8番さん目線はどう、まだ釣れてないから、14。ああ、覚悟決めるしかないか。14、両老か9か。6白なんだよな。黒打ってくれる。いやー、わかんない。もうわかんないよ、5番さん。出てよ。なんでよ。釣りよりなのかな、ね、今話題の。6番さんが、白は9番さんでしょ。わかんねえ、4と1の意見を。いやで、初週でちょっと違和感があったのは1番さんで、1番さんってフィーリングで8番さんが、新っぽいって言ってでしょ。9番さんまだ出てない時ね。でも、7番さんには叩いてるでしょ。ってことは7が黒に見えたっていうか、叩いてるってことは黒に見えたってことは、8番さんってオートで偽になるわけでしょ。ただフィーリングでそれ8番さんが新っぽいって言ったのは、僕は違和感はあった。それは9番さんが捏造って言ってたことは、9番さんに言ったんじゃなくて、1番さんに言ったことだから。っていうところね。じゃあ分かんないから、ちょっとまだ釣り値上げれんけど、話聞いてきて。5番のプレイヤーが発言します。4番さんで占い戦争どうなってんだろう。少なくとも8番死んでおいた場合って、もう 4.91 しかないから、91の構図が見えるのかどうかっていうのを言ってほしかったなとは思っちゃうけど。ごめん、俺なんか占い師に入りそうだったから出ちゃった。ごめん、ごめんなさい。
なんか釣られないとは思ったんだけど、なんか占い師にしてきそうだなって思って。怖かったんで出ちゃいました。ごめんなさい。はい。まあ、8、9。どっちか入れます。6番のプレイヤーが発言します。困ったね。まあ、1か4に確実に狼がいるよ、俺。わかんねえな。6が、6白だもんな。6、4くらいなんだよな。どうなんだろうね、今みたいに4番が。8にせらったら、8死んだったら9、1っていう視点がないじゃないなんだよな。酔ってる人なのか。1番だったらどう答えんだろうね。わからん。若干9の方が死んだような予感がするんだけど。いやー、8が6、白か。じゃないとわからないね、これね。4番が伸びてないからね、8と9の結局真偽を。1はどっちなんだろう。変わらないのかな、ずっと。変わらないで8が死になってんのか分かんないけど。2周目なんて言ったっけな、覚えてなかったな、覚えてないな。2周目、はっきり表明してないような感じがするような。1と4、分かんねえな、これ。1か4に狼がいるんだよ。4が何も言ってない、8か9。話聞かなきゃ分かんないけど。いやー、6、4ぐらいで9が死んないような気がするんだが、すり寄られてんのかな、これ。9、4とかだったら、ただすり寄られて終わるってだけの話だな。8と9の話聞き、8と9、1ですね。話聞きたい。いやー、8、3だと思ったけど、3番違うのね。これが難しいパターンだね。1、4。1か4、どっちかにいるってことやな。狼が。ちょっと考えます。8か9の話聞きます。はい。7番のプレイヤーが発言します。4番ってだって1、9もあるけど、別に4番視点って1、8もあるでしょ。8が6に白出してるから1、9でしかないっていう、なんか5番さんわけわかんないなと思いましたけどね。3番さん人外でしょうね、普通に。普通に人外だと思うけどな。なんか8、9進路で見て、9番の4番への釣り越し方は不当、不当じゃないっていう精査をして、6番っていうのが9番と繋がるって。じゃあ、不当じゃないと思ったんやったら、占い生産で別に9番って分かんないから、8番と繋がる位置探せばいいんじゃないかなって普通に思ったんですけどね。まあさ、人外じゃないですか。多分、強人でしょ。白結果ってことは。まあ、8番と9番に関してはまだ分かんないっすね。まあ、唯一ね、2人の発言聞けて、1番さんがその後精査できるっていうんで、1番さんの話は結構注目っすよね。でも一番さ、カングレなんで、カングレからのラインはあんまり引っ張るとよろしくないですね。かな。そんぐらいですかね。一番が暗いなと思っても、カングレからライン引っ張っちゃうとね、あんまりよろしくないと思ってますよ。はい。一番ってだって別に、表操作できるからね。今日8、9釣りだから、表操作できるから。そんぐらいですかね。とりあえずね。行きましょうか。でも9番が7番に白打ったんでね。9番視点って7番、9番が陣内の時って、7番黒の方が考察はしやすいんじゃないかなと思ったんやけどな。そんな感じですかね。はい、以上。8番のプレイヤーが発言します。はい。まあ7番さんに言っとくと、俺目線でも、俺が陣内だったら6番に黒打った方がやりやすいかなってところは覚えておいてほしいかなと思ってる。9狼の4狼1強人かなと思ってます。まあ1、6どっちかに強人がいるかなと思っていて、まあ普通に陣内だと思って6釣りをしたんですけど、まあなんだろう、3白結果見えた時に、3が絶対4黒って言っていて、9って4のこと釣りをしていたにもかかわらず、3に投票を持ってって、なぜか4を占わず7に白を指してるってところから4、9が一番濃いのかなと思ってる。俺しか出てない時点で、一番が俺のことに対してちゃちゃ入れてくるのは、めちゃめちゃ強ムーブだなと思いました。ただ6番の番の、わけもわからず、俺のこと2攻めで置いて9番のこと白で見る。なんだろう。目線っていうのも確実になんか人外目線だなと思ったんで、まあ、1、6のどっちかに巨人がいるかなと思ったけど、1の2週、1日目の2週目の発言聞いたときに、1週目はなんとなく8番のこと心っぽいって言いながら、俺にちゃちゃ入れてきて、9が出てきた途端に8、9の精査ぼかすってところから、6、1で比べたときに1のが興味があると思って、9番の相方としてあり得るのって6番なのかなと思って、あの時点では6番占ったら白だったんで、そうなると3番白結果が出たから、4が相方かなと思って、持ってます。はい。まあ、これがグレス系ですね、俺の。はい。
なんで今日9位っていただきたいですね。9の黒要素としては、4番に捏造されたと言いつつ、なぜか3番に投票行ったところ。俺は3番の話聞いてて、まあ、あの時点で俺6疑ってたんで、3番疑う目線なかったし、結果一緒なんで、はい。9の投票行動と占い帳か。9番のプレイヤーが発言します。うん、だって昨日投票先変えたのは視点更新されてるからだもん。うん。3と4って比べたらまだ4の方がマシだったけど、3かなと思ったけど3投票してんだけど、村もほとんど3入れてますけど、わかる？あなたなんで情報更新されないの？村視点ってもう6番はないってなってんじゃん。なんでそこにじゃあ6番に入れるのって思ってんだけど、いや俺てっきり言って、まあ6か1って霊能なんかなって正直思ってた。ああ、だからまあいいかなと思ってたんだけど、1に関しては精査良かったんだよな、結構聞いてて。うん、だから俺的に4かなっていう感じがするかな。8番ってなんだかんだ適当じゃん。じゃあ1番のこと今強人するけど、どこに強要素があるのって思ってんだけど、その要素とか話してよ。話せないじゃん、あなた。何番は強人、何番は狼だけじゃん。その中身とか全く言わねえじゃんって思ってんだけど、っていう感じかな。はい。あ、まあ今日8詰めてください。8で 100% 黒落ちるんでね。って言ったとこっすかね。はい。だけど、まあ、8連れた場合って、まあ、俺噛まれるか噛まれんかは、まあ、知らんけど、っていうとこ。まあ、もし俺噛まれた場合は、もう、それはもう村で精査してくれっていうのを言いたいかな、っていう感じかな。はい、以上です。今日も8行ってくださいね。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。めちゃめちゃ判断が大事だなと思ってます。発言聞いて気になったのは6番。6番の立ち位置で、6番自身が白だったときに、1番4番に一郎いるという、思考は分かるが、そしたら8番が6番に白を打った結果、9番から7番に白を打った結果で、この1番、4番、例えば9番、8番、これ進路だった場合を仮定したときに、そのローが白結果を打ったときに、1番、4番、どちらがどっちの占い方で殺される占い方か、そういったことを考察するべきであった。プラス、1番、4番、ローで8、9、新教の仮定をしなかったこと、そこは違和感がありましたね。4番に対しては全然黒要素は今のところ見つけてないですね。7番が今回5番が進行を出さない状況下で8、9精査ですよと言って、8、9に対しての要素を上げず、1番に対して任せっきりのところは7番強要素かなというふうに思ってました。あ、9番はな、これまた違和感もあるんよな。4番に対する視点更新があり3番というのは分かったが、6、1、4。の精査の時に8番が6白結果打ったことを考察せずに4番に対して黒塗りをする構図が全く意味がわからなかった。この盤面がなかなか整理しづらい。どうしようかね。普通ここって5、7がしっかりするべきじゃないの。まあ、現状8番いくかな。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。え、私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番の遺言を発表してください。いやー、あの9番の発言で負けると思ってないんですけど。だって俺、1番のこと強人で見てる目線っていうのは、1周目で俺しか出てないのに、俺にすり寄ってきて、なおかつちゃちゃ入れて、9番が出てきた途端に8、9どっちかわからないって言ってるところがめちゃめちゃ強人っぽい考察だなって。俺、村に落としてるのに9番は全く言ってないですね、みたいなことを言っていて、4番狼で見た視点も3白結果と、まあ6がめちゃめちゃ人外だったけど、白結果が出て、1が強人に見えてることから6村なんじゃねえかなと思うと、4、9、ローローしかないんじゃないって考察をちゃんと落としてるにも関わらず、なぜ俺に票が集まるのかが全くわからない。ほんと5、7しっかりしてほしいなと思う。まあ7の強目線っていうのはあるけど、はい。だから5番が全く進行を取らないのがマジで村弱えなと思いました。はい。いやー、ほんとあの発言でなんで急に負けるのか全くわからないですね。1番も強人だったら見事だが、村でそれやってんだったらやばいと思うよ。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。
夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番1番のプレイヤーが発言します。うん、まあ8番2セットと8番黒結果かな。はい、8番黒結果ね。まあ昨日8番投票は、まあ言語化ちゃんと聞いてるか分かんなかったですけど、まあ9番が4番に怪しむ視点っていうのがあんまり4球には見えなかったんですよね。シンプルに考えたら6黒7強の状況ですけど、6番釣って終わんなかった時に1番4番殴り合いだった時に4番の黒要素を引っ張ってこれるかどうかっていうのは非常に、懸念するべきところはありますが、まあ、ほぼほぼ6番で終わるんじゃないですかね。ああ。なんかさ、俺って盤面的で白いと思ってたんやけどね。そもそも。まあ、8番黒が見えた状況でもっとその白濃度上がると思ってるが、それは8番投票したわけじゃなくてね。初日で8番に対してフィーリングで白要素を上げて、で、そこで、9番が、2白を打って、要するに9番が2白を打つ結果って、あの状況下で、言ったら2番っていうの発言がわけわかんないと言ってたわけよ。その中で9番陣外が2番白結果を打つのって1番に対して、すり直さく行為であり、1番8番が繋がらないと客観視点を思うから、1番っていうのは、盤面的に白くなる立ち位置だと思ってたんですけどね。なんかそこら辺の考察とかが欲しいですね。はい。まあ、4番、6番、精査でいきましょうか。7番が強靭だった場合にも、これ一発当てないといけないからね。5番さん、しっかり進化取ってください。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい。9、2制で置いたとき、言われてたけど、まあ、9、1、ロールしかないよって。まあ、それは分かっていたけど、1番さんの、2日目、昨日の発言めっちゃ白いなと思って、いや僕も8、6しかなくねって思ったけどね。だって8番さんの視点からしてさ、6白持ってるんでしょ。でさ、俺って6はないよって言ってる人物だったんだよ。6番さんって8番さんも言ってたけど、8番さん自身も言ってたけど、8が6に黒打った方が楽じゃんって言ってたけどさ、そしたら俺もさ、6番さんに黒打った方が、釣りをした方が楽じゃんって思うんだけどね。しかも、霊能も出てない。だから俺、6番さん、それも、9番さんとそれもね、考え方がちょっと一緒だったんだけど、6番さん俺、霊能やと思ってたから、そこはまあ、ちょっと違ったけど、6はなくねって言う必要がないと思ってるっていう、意見を出してた中で、8番さんの中で9、4って、つながる発想って出てくんのかなって思ってたけどね。しかもなんか、9、4ロール1、強だっけ。いやまあ、なくはないけどさ、なんかぴったりすぎんみたいな、ちょっとまあ、違和感はあったから、まあ考えが9番さんの方とちょっと似てたっていうのもあったしっていう感じかな。僕もだから6番さんじゃないかなって思ってるけど、1番さんは白くなったよ、結構昨日でって僕は思ったけどね。だから僕も6番さんに現状行く気しかないかな、今日は。もうこれで、まあまあまあ、うん、それだけですかね。以上。5番。のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。難しいですね。164、まあ、1番外れるのかなって思っちゃうよ。8番に黒結果出てたら、うちの初週の8番の新上げって、うーん、割と対抗出てくること前提ならしにくいかなと思っちゃうけど、興味に関してあるかなとは若干思ったけど、まあ4、6どっちかで迷えばいいんじゃないかなとは思ってますね。4、6、100すると割と4番の方が狼やれそうなんですよね。なんか6番の役とか結構出たりして、少なくとも1日目で6番霊能なんじゃないかって精査を村視点に与える必要はないと思ったから、そこを隠しとく精査だと思ったんで、それを言って3番1番あたりにヘイト向けるって、で3番やろ。で3番って1番8番疑ってる人物だから、まあ、4、8狼だとしたら、まあ、3番って落としたい位置だろうなとは思っちゃってるから。ただ分かんないんだよ俺。だって6視点俺色が落ちないっていうのが正しいと思う。
1、2週目も、あ、2日目もそうだし、で、そうじゃん。わからないでしょ？だからそれが狼要素なのかどうかって難しいから判断。今回の6番の精査で判断つけるしかないんじゃない？ 4、6なんでいいんじゃないかな。6番のプレイヤーが発言します。あのさ、もう7が村だったらわかると思うんだけど、8、6って一番繋がんないだろう、普通に考えて。1強4、ローか、1ロー4強でしょ。今日4番でいいでしょ。あなたは精査つかなかったんでしょ？占い精査。ずっと8番が偽らって言ってる人間がなんで8、6で繋がってんだよ。そういう一応の精査ってのは明らかにおかしいよ。侵害してんだよ。6なんてもう村で置いて、14ロラルっていうのが普通のまともな村だよ。4番はそれにビンとしてんだから4番でいいんじゃない？とりあえずは。その後1番。うん、どれでいいんじゃない？まずは。4、6でってんだったら。例のおばさんと出た方がいいよ。セオリーを守んないからこんなグダグダの試合になるんだよ。8番が怪しいって言い続けてる人間がなんで8、6で繋がってんの？1と4のメンタルってのはもう人外のメンタルだよ。6なんかまあ除外だよ。最終盤面だよ。最終位置だよ。1か4の精査だよ。普通に考えたら。8と6でどう繋がんの？4でいいんじゃない？占い精査をいい加減にしたから。で、1周目ってか初日俺が白いと思ったのになんで突然1番が素晴らしい考察してんの？この盤面で8、6を追う人の方がどうかしてるレベルでしょ。普通に8、1か8、4を追うのがまともな村でしょ。あなた視点8、1しかないでしょ。1にもいるけど8、4しかないでしょ、まずは。次に8、6でしょ。考えるべきは。8、6あると思ってんのあれで。8番が俺を潰すつもりで押して。だからもう1と4どっちも黒いけど、まあ4番でいいんじゃない？占い精査つけてのまあ4、6っていうわけのわかんないなんて人生は。1、4だよ、まともな霊能は。1か4にしか行かない。6行ったら許さないっていうのがまともな霊能だよ。7番のプレイヤーが発言します。まあそうっすね。8番、6番で8番が初週から釣り落としてますもんね。初週から。これライン切りって言われたらまあそこまでじゃないですか。けど、わかんないっすけどね。でも8番、1番やったら1番っていうのは、遠方地で8番釣りに行った構図なんですよね。9番の黒要素もあるにもかかわらず、1番が8番をもう釣りに行った構図。とてもじゃないけど見えないね。はい。っていうことですよ。はい。以上。全プレイヤーの発言が終了した。その疑いには、どんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。確実に頭の悪い村がいる。どっちだ、頭の悪い村は。病気のレベルだよ、これ。ほんと。マジで頭の悪い村いるよな。8、6で追ってるやついるんだ。悪いけど頭悪い村いるよ。9番に謝れよ。1と4。どっちか村は。論外が1人いたわ。ほんと、どっちかが、6は除外で1か4、お互いの 1だったら4、4だったら1って言ったやつが村なんだよ。頭悪い村がいるよな。正解をずっと言い続けてて、8番から叩かれてる人間を釣るっていう村は、もう、これひどいレベルだぜ。1と4の村ってのはもうマジで人狼殺やり直した方がいいぞ。9、2に謝罪だぞ、これ。まあ、投票で7は強人。まあ、論外っていうプレイヤーがいたんだから無理だよ。頭悪いプレイヤーは少なくとも9と2に謝罪しとけ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。君を守れるのは光栄だな。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番7番
のプレイヤーが発言します。よかった、あ、地釣りしますね。いや、8番6番絶対ないっすよ。8番6番っていうのは、だって8番が6番に言ったコースってライン切りよりかはむしろ釣りに来たコースだから、8番6番って絶対否定できますね。はい、よかったっすね。多分俺4番だと思ってるんやけど、4番狼やろ。はい、以上。7番釣りです。1番のプレイヤーが発言します。4番さんの黒要素はなかったよ。いや、6番さんの視点で1番が白くならん意味がわからんから。だって俺って初週ってさ、8番か7白結果打ってる状況で、7番が6番に対する拾い方おかしいんじゃないかっていう殴り要素を持ってるのにもかかわらず、8番に対しての信上げをした行為だよ。黙れ。それって1番8番つながってる。頭1番悪いプレイヤーが黙れ。1番誰が見ても6なんて釣りをしてるやつが黙ってろ、もう。新要素を上げたいときって。もう。7番に対しての黙れ。もう。だから6番が1番4番精査で適当にないがしろにしたところが6番が黒いと思って釣っちゃった。はい、すいません、負けですね。4番のプレイヤーが発言します。うん、9番さん、2番さん、ごめんなさい。6番さんにこの後説教されます。ごめんなさい。霊能がダメすぎるわ。投票が終了しました。霊能がマジでダメすぎるわ。追放されるプレイヤーは14ランしかないだろうよ。終了。人狼陣営が勝利です。あ、1番か分かんなかったな。山さん教授でよかった。あ、怖かったマジだろう。